それじゃね。おう。うまそうだな。いい野菜だ。先輩。
飛べ。どこへ行くのかってつまんないこと聞かないで。地図なんかいらない。コンパスはとっくに捨てた。私のパトスが道を示すわ。私は一人で歩いてく。寂しくないかって？冗談。影だって邪魔なのに。自由、それがルール。できるものなら縛ってみたら。あんたの前で華麗に死んでみせる。私の翼は誰にも折れない。何なの？あれ？
帰ってきたか。どれ？楽しみだな。なんだ？
いて気象情報です。今日は終日あいにくの雨となりました。この影響で稲橋方面では今夜半から明日にかけ濃い霧が予想されています。
ウェイス。意外に敬語じゃん。いや、だってその先輩だったんすね。ありがとうございました。あんま覚えてねえけど。私たち教えてほしいことがあるの。早速だけど、あん時会ってた男の子誰？あいつのことは俺もよくは。つかまだ2度しか会ってねえし。2人で学校から帰ってたじゃんよ。何話したの？いや、最近変わったことねえかとか、ほんとその程度で。けど自分でもよくわかんねえすけど、俺気づいたらまた会いたいとか口走ってて。男相手に。俺自分でもよくわかんねんすよ。女ってキンキンうるせえし、そのすげえ苦手で、男といた方が楽なんすよ。だからそのもしかしたら自分が女に興味持てねえたちなんじゃって。けど絶対認めたくねえし、そんなんでグダグダしてたっつうか。まあ確かに男同士の方が楽ってのはわかるけどな。もう大丈夫っすよ。要は勝手な思い込みだったってことっすよ。壁作ってたら俺だったんだ。うちこう見えて代々染め物屋なんすよ。あ、知ってんのか。親は染料は宇宙と同じとか、布は生きてるとか、まちっと変わりもんで。んな中で育ったもんで、俺ガキの頃から服縫うとか興味あったんすよ。けどそういうこと言うとやっぱ微妙に思うやつもいるみたいで、女にはいびられる、近所は珍しがるで、一時はもう何もかんもうざかったんすよ。で、気づいてみりゃ一人で暴れてたってとこっすかね。んだ俺、何一人でベラベラ喋ってんだ。ああ、今のなしで。なんか俺だいぶかっこ悪いっすね。そうっすね。先輩らにはもうさらけたし。こんなん人に初めて話したぜ。ま、今まで言う相手もいなかったんすけど、やっぱ俺、男だ女だじゃなくて、人に対してビビってたんすかね。なんかすっきりしたぜ。意外に純情じゃん。つうかいい子じゃん。いい子はやめろ。図体でかいのに照れんなって。で、二度目に俺らと会った後のことだけど、何か覚えてることないか。ほら、俺らのことを締めんぞっつって追い払った後だよ。うち戻って部屋でふて寝決め込んで、あれ、そういや誰か来たよな。誰か来た？どんなやつだ？いや、そんな気したってだけで、誰も来てないかも。あと思い出すことっつや、なんか変な真っ暗な入り口みてえのとか、気がついたらもうあのサウナみてえなとこにぶっ倒れてたっす。真っ暗な入り口、それってもしかしてテレビだったりしない？言われてみりゃあんな気も。てか何ですか？あ、
ちょっと思っただけ。警察には何か聞かれたか？ああ、お袋が捜索願いとか出しちまったんで、ちっとだけ聞かれたっけな。今と同じようなこと言ったら、わけわかんねえって顔してたっすけど。先輩らもしかして探偵みてえなことやろうっての？まあそんなとこなら俺も頭数に入れてくんないっすか。ひでえ目にあったのが誰かの仕業ってんなら10倍にして返さねえと気が済まねえ。マジ？そりゃいい、すげえ戦力じゃん。どうよリーダー。遊びで言わねっすよ。命救われたんだ。俺は先輩らのために命張るって決めてるんで、面倒見てやってほしいっす。じゃあ、仲間が増えたお祝いに。特別捜査本部、行く。それまだ言ってんだ。なんすかそれ。しょうがねえな、連れてってやるか。しかしよく食うなお前。話ちゃんと聞いてたか？な、聞いておくよ。飛ばすな。テレビを使って殺人ってことは撲殺で決まりっすね。ちげえ、テレビで殴ってんじゃねえよ。どんだけ聞いてねえのお前。まあ、幹事くんも自分の足で向こうに入ってみりゃわかるって。けど、犯人の手口、ユキくんの時と同じだったね。まずさらって、それからテレビに入れる。うん、怖いね。つうかさ、例のテレビ、最近結構面白くね？次に出んの誰とか気になるな。俺前から次は絶対あいつって思ってたんだよ。名前なんだっけ？1年の暴走族上がりの。次は誰と思ったって？そいつは多分辰巳寛治って名前だな。ちなみに族上がりじゃなくて族を潰した方だけどな。誰だてめえら。だよ、つまんねえな。やりきれないね。殺人事件との絡みとかよく知らないで言ってんのかもだけど、同じ学校の子なのに。関係ねえとか自分は大丈夫だとか観客気分なんだろ。次に誰が狙われるか分かんなくなってきたってのによ。今回のことで被害者は女性っていう共通点は崩れちゃったね。もう一個の読みはなんだっけ？山野アナの事件と関係ある人が狙われる。これはどうかな？けど山野アナと直接関わったのは本当はどっちも母親のはずなんだよな。なんだ先輩ら、手がかりなしっすか？じゃあここらで俺がすんげーの出しちまうぜ。なんだそれ。今日俺が復帰したらなんか目障りなのがちょろちょろいたんすよ。先輩や俺が行方くらましたこと面白半分に嗅ぎ回ってやがったんで没収してやったんす。ま、書いてある意味はよくわかんねえんすけど。わかんないんじゃん。なんだこの日付、4月11日？あ、遺体が発見された日。わあ、そっか、始業式の日だったから12日か。11日はその前の日だけど。小西先輩の遺体が出たのは15日だ。忘れらんない日だからな。ああ、微妙に何の日かわかんねえぞ。てか、テレビ報道番組表ってどういう意味だ？小西咲、
4月13日ってなんだ？ちげえって。だって俺プレゼント。いやんなことはどうでもいいっつの。思ったけど、もしかしてこれ先輩がテレビ報道に出た日なんじゃね？ああ、それ私も見た。第一発見者ってインタビューされてたやつ。じゃあ山野真由美4月11日っていうのも山野さんがテレビの報道に出た日。あった、私覚えてる。ちょうどその時不倫報道あった。おい待てよ、天城も確かインタビューされたよな。あのインタビュー流れたのいつだった？あ、確か学校休んでた間、土手であなたに会った日。ほら、私は服で。覚えてない？買い出しに行った日だから、4月15日。私が事件に遭ったの、確かそのすぐ後。幹事、お前の出た例の特番は？ああ、あれっすか。あのおかげでお袋まじ切れしてひでえ目に。いいから。日にちまで覚えてねえんすけど、先輩らと会うちょい前っすよ。間違いない。全員いなくなる前にテレビで報道されてる。じゃあ犯人の狙ってるのってテレビで取り上げられた人？事件のニュースにばっかり目がいってて全然気づかなかった。考えてみれば、天城の件で失敗したのにやり直さないで狙いを幹事に移した。そのこともテレビ報道っていう犯人なりのルールがあるって考えれば一応うなずける。そっか、そうだよね。犯人二度来る可能性あったんだよね。やば、考えてなかった。テレビつながりの線全然あるな。つまり被害者は単に事件関係者じゃなくて、その中でもメディアで有名になった人か。きっとそうだよ。でもそうなると動機は何なんだ？テレビ出たら殺すってどういうんだ？あ、くそ、よく考えたら全然解決できてねえよ。なんで俺もっと頭良くねえんだ？なんで落ち込むことあんすか？俺先輩らすげえって思ってるんすけど。だって先輩ら結局俺のこと気づいて体張って救ったじゃねえすか。十分だぜそれで。私だって助けてもらった。解決はまだでも、もう二人も救ってる。それはそうだけど、それに次は幹事くんじゃないかっていうみんなの推理はちゃんと当たってたよ。惜しかったよね。あ、事件の前から分かってたんすか？なら君のもちっと早めが良かったっすよ。ま、こんだけ分かってりゃ次こそは先回りできそうだし、逮捕も時間の問題かもね。それに今度こそ犯行終わりって可能性もあるかもしれないし。だといいけどな。二度も邪魔してやったんだ。いい加減懲りてほしいぜ。とりあえずは今まで通り雨の日にテレビチェックするってことだな。そういえば来週林間学校だ。雨降らないといいけど。 1,2 年合同だから幹事くんも一緒っすね。マジっすか？学校がかったりな。あ、次のビフテキそろそろ頼んでもらっていいっすか？焼けるまでに残り一気にいっちまうんで。ここ先輩らの割り勘なんすよね。じゃあ行こっか。あの子に新しい仲間紹介しないと。あ、どうしたんすか？わったっすよ。じゃあ安いとこでラーメンでいいっす。あ、やっぱペアセットのたこ焼きか、どっちがいいっすかね？全部却下。
ああ、言われてみりゃいたような。クマだったのか。つうか、なんでクマ？知らん。クマも知らん。ずっと悩んでるの。の、なんか可愛いじゃねえか。さ、触っていいか？お触りはお断り、クマ。な、だどこら！てめえ、調子乗んなよ。ああ、ところで気になってたんすけど、天城先輩もさらわれたんすよね。え、うん、幹事くんの前に。ってことは、先輩もなんかこう、さらけたんすか？それは、その…どんなだったんすか？先輩の…もう！あ、ごめん、スナップ聞いちゃった。あ、顎が。今度からはもっと優しくするから。もっと優しく。アホだこいつら。そうそう、幹事が仲間になった記念にクマからこれをプレゼントする。クマ、お、これだな。例のメガネ早くかけて。ああ、は、はあ、でも俺のだけ違わねっすか。すっげえ、お前のはマジ似合ってるよ。ちゃんとしたのあるのに、ユキちゃんこっちにしようって聞かないクマよ。つまんねえことしてんなよ。あ？なんでクマに切れるクマ。よこせオラ。の方を奪われたクマ。感じ、実は好きね、それ。苦しい。こっちが本物クマ。やっと渡せたクマね。いらねえもんならスペア作ってんじゃねえよ。くそ、てめえら、いつか絶対やってやっからな。おう、おかえり。なんて